加藤澄香です。今回お伝えするのはダイエット体操です。はい、このダイエット体操をするとカロリーを消費できるのはもちろんのこと、同時にお体のねじれですとか骨盤の歪みも同時にリセットすることができます。それでは早速やってみましょう。はい、それでは今から3つの手順で動きをご説明します。はい、それではまず1つ目です。仰向けになっていきます。はい、そしてこの時両手は頭の後ろに軽く添えましょう。そして両足は揃えておきます。ここから両足を上げますが、膝は90度を保ってください。で、いきます。この位置からです。はい、では手順の2番目です。この状態からまず右足を床から45度あたりにまっすぐ伸ばします。それと同時に左の膝を体に引き寄せます。その時に上体を左にねじります。この動きを左右交互に行っていきます。はい、それでは今の動きを20回続けて行っていきましょう。では行きます。じゃ数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、では最後手順3番です。今の動きが終わりましたら両手両足を伸ばしてリラックスのポーズを作ります。目を閉じて10秒間ゆっくりと吐いて吸っての呼吸でリラックスしましょう。はい、10秒経ったらおしまいです。はい、先ほどのねじる動きがもしきついなと思った方は決して無理をしないでくださいね。最初は 2,3 回から始めていただいて目標を20回一歩ずつ積み上げていってください。無理をすると腰などを痛める原因になりますのでご注意くださいね。さあ、この体操をあなたのペースで毎日毎日コツコツと続けていってください。そしてこの動画を繰り返しご覧いただいて繰り返しチャレンジすることであなたのお体はますます美しく元気に、そして痩せやすい体質へと変わっていきます。もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。